お疲れ様です。ヘッキーさん、リップのギフトありがとうございます。こんばんは。あ、そうですね。20秒動画なんか届いたみたいで。嬉しい。見てくれましたか？ 見てくれましたかね？嬉しいです。届いたみたい。撮ってくださった方、ありがとうございます。よかったですか？ アンドゥさん、リップのギフトありがとうございます。K1 さん、リップのギフトありがとうございます。TikTok、 TikTok もね。ぜひ、皆さん。見ていただけましたでしょうか？ あたちゃんさん、リップのギフトありがとうございます。ゆうとさん、ハートありがとうございます。撮影時、実は恥ずかしかったりした？いや、割とそんなことないかもしれない。なんか、やっぱアイドルになって5年もすると、あんまりそういうの恥ずかしいって、絶対初期の自分だったら恥ずかしいだろうけど。多分初期の自分だったら、話すことも多分めっちゃもう、すぐに出てこない。なんかもう、ああ、どうしようって多分なっちゃうと思うんだけど。全然緊張しないですね。さすがに。5年もやってると。むしろ、もう、楽しいんでやってます。むしろありがたい気持ちの方、大きいので、もう恥ずかしいとかより、嬉しい。撮れることが。あーちゃんさん、ハートありがとうございます。ゆうちゃんさん、リップのギフトありがとうございます。TikTok 見ちゃうかわいすぎました。嬉しい。みんなコメントといいね。拡散よろしくお願いします。まさか外で撮影とは思わなかった。あの日はね、外で撮影しましたね。体調いかがですか？体調、雪ですかね。咳も、まあ、声も、でもまだちょっとなんか、あ、カラカラやーっていう瞬間は結構あるんですけど、声も結構戻ってきたし、咳も、
少なくなってきました。こんばんは。結構だって声戻ったくないですか？でも すごい声の瞬間もあるんですよ。自分の声じゃない声が出てくる瞬間もまだある。だからわかんない。なんで？なんか治ったのか治ってないのか。体調悪かったのですか？悪かったっていうか、なんか、なぜか声がすごく枯れて、咳が止まんなかったんです。体調自体は悪くなかったんだけど。謎でした。謎の咳との戦いしてましたけど、良くなって良かったです。ハスキーではある。そう、まだなんかちょっと、ハスキー感あるような気もするんだよね。でも、よくはなったかなって感じ。こんばんは。ウイルス性の風邪だったんじゃなくて、どうなんだろうね、本当に。本当に流行ってたというか、本当に身の回りの人たちもみんな咳してた、なんか。だからなんか流行ってたんですかね、やっぱ最近。黄砂じゃない、多分ね、黄砂だかな。黄砂も一つの原因かなって思ってる。黄砂も原因だと思ってます。ネヒがストレスかもって言ってたらストレスがあって、まあいろいろですよね。これっていうのはもうない。いろいろだと思います。はい。いろんな原因があると思うし。まあ良くなったんだからいいかなって感じ。ケイワンさんリップのギフトありがとうございます。でもまだなんか 言ってやんないと違和感がね、あったりするから。まあ、365日なんですけどね。なんですけど、そう、これから夏が本当に大事な時期になってくるので、体調崩さないように気をつけながら過ごしていきたいなと思います。はい。ぜひはアレルギーもあるから、ね、そうなんだよね。もうなんかいろいろとあったりすぎて、なんか何が原因かもわかりません。私は久々にヤヒに会えたことで元気もらえた。うん、嬉しい。ありがとう。また会いに来てね。一緒に夏駆け抜けようね。おー。おー。お願いします、皆さん。ちゃんと睡眠とってね。はい。今日は、めっちゃ寝だめしました。ひなってやっぱり、めっちゃ寝る人みたい。ひな、
本当に、普段は、ショートスリーパーなんですよ。普段の毎日は結構ショートスリーパーなんですよね。なんか本当。本当に、普段の毎日は。でも、その休みの日とかは、マジで朝から晩まで寝てるんですよ。だからなんかショートスリーパーなのか、めっちゃ寝るのか。なんか、だからヒナはこう考えてる。休みの日に寝だめをしている説。だから普段ショートスリーパーでいけるのかな、みたいな。でも、あまりにもびっくりされるぐらい、休みの日は、朝から晩まで寝ちゃうんですよ。まあ、たびたび起きますよ。たびたび起きるけど、気づいたら、寝て、で、また起きては、めっちゃ寝たな、さすがにもう寝れんやろって思ってゴロゴロしてたら、また数時間寝て、みたいな。本当にすごいの。天才かもしれない。と、たびたび起きはするけど、ちょっと携帯出てたらすぐ寝ちゃう。みんな、ほんと、寝だめのプロかもしんない。ゆうさん、ハートのギフトありがとうございます。そうだから、みんな、今日はめっちゃ寝だめしたので、もう、これから、明日から、もうどんなに寝なくても多分生きていける。ほんと、みんな、リアルに今日、まあ、すごい久しぶりにオフだったんですけど、本当にわからないぐらい私今日寝ました。てかさっきまで寝てた。てかさっき8時過ぎまで寝てました。やばくない？昨日の夜からさっきの8時過ぎまで寝てました。いや、もちろん、たびたび起きてますよ。でも、寝続けたのは8時過ぎまで。やばいな。やばすぎない。ってことは何も食べてない。いや、あのね、お昼という、お昼か。お昼す、いや、何時ぐらいだろう。もう何時に何をしたか思い出せないけど、15時とかに、まあ、お姉ちゃんも今日お家にいて、なんかまあご飯ないね、みたいな。お米炊こっかって言って、お米を炊いて、で、まあ、ひなさん。で、お褒め炊いたところで何食べる？みたいな。で、ひな、ほら、昨日言ったじゃないですか。自分で食べたいものは、もう自分の部屋に隠してるじゃないですか。で、だから、わー、どうしよっかなーって思いながら、今、ファンの方からいただいたバスセンターのカレーがあるんですけど、レトルトの。それ私、お姉ちゃんに二ついただいたんですよ。で、お姉ちゃんに食べられたくなくって、自分でこそこそと一人で食べたくって、お姉ちゃんがいない時に隠してたんだけど、本当何もないから、じゃあ一緒に食べよっか、みたいな感じで、バスセンターのカレーを、隠してたバスセンターのカレーを持ってきて、
食べ、バシコのファンの方からもらった、バスセンターのカレー有名なんだから、感謝しろよっていう気持ちで お姉ちゃんと一緒にバスセンターのカレー、レトルトのバスセンターのカレーを一緒に食べました。ありがとうございます。プレゼントしてくださったファンの方。お姉ちゃんと一緒に食べました。渋々なのおもろい。だってさ、バスセンターのカレーなんて、東京に来て食べれないじゃないですか。みんな好きだし、バスセンターのカレそう、だから、絶対お姉ちゃんに食べさせたくないって思って、絶対お姉ちゃんいない時に一人で食べたいって思ってたから、まあでも今日はもう仕方ないなと思って、二人で食べました。あてちゃんさん、尊いギフトありがとうございます。いや、テイクアウトでバスセンターとか食べたことありますよ。あります。テイクアウトって何？ ありますかね。いや、辛いの大丈夫。辛いの大好きです。そう、本当に。だからね、お姉ちゃんとお昼ご飯食べました。私が譲っ、もう、みんなが隠し持ってたのに。で、他にも隠し持ってるんですよ、今。ファンの方からいただいて、私が食べたい。なんか、やつ隠し持ってんだけど、それはちゃんと私が絶対食べる。美味しかったです、やっぱり。ヤヒが隠してるのバラしたん、え、全然それは隠し持ってるのは別に隠してない。だってヒダの部屋に入れてる時点で、もうあなたにはあげませんよっていうのを、私は気づいていただけたらなっていう。別にヒナが部屋に置いてるのを姉に隠してるわけじゃなくて、これはヒナの分だよっていう意味で置いてるから。そう。で、今日お姉ちゃんにその中見られて、なんか、まあ、なんも今日家にご飯がね、なかったから、じゃあお米炊こっか、みたいな感じになってお米炊いたんだけど、まあ、その中にまあ、パッとお湯とかで作れる系のものがね、入ってるわけです。だから、え？あんじゃん？みたいな言われたけど、いやいや、私のですから、っていう気持ちでした。そう。ぜひ焼肉好きだよね。姉妹で行かないの。ねえ、行きたい。行きたいです。うわぁ、めっちゃ焼肉行きたくなった、今の言葉で。そう、今最近焼肉がめっちゃ食べたくて。最近の私、めっちゃ焼肉が食べたい欲がすごい変わったんです。すごいんですよ。思い出しちゃった、ひなが最近焼肉をめっちゃ食べたいと思っていたことを。でも、そう。まあ、行きたいよ。行きたいけど、高いじゃないですか、焼肉なんて。うん。焼肉食べに行こうとはなんないかも。お金がかかるから。はい。日にはレトルトもんが重宝、なんて言うんですかこれ。重宝される。
まあでもそう、まあお家にいつもご飯を置いてないから、やっぱりそう、ファンの方からいただいたそういうレトルトの、まあ、そう、カレーとか、今入ってるのだと、冷麺とか、いただいた冷麺とか、カップラーメン。まあカップラーメンは、今ならってか、ちょっとご褒美みたいな気持ちの時に食べる感じで食べてるって感じ。うん。姉に食べられないようにお部屋にしまってます。そう。昨日しゃぶしゃぶ食べまくってきた。いいなぁ。羨ましい。羨ましすぎて涙が出る。みんなお姉ちゃんの分持って渡してるでしょ。それは人それぞれですかね。ちゃんとお姉ちゃんの分持って言われたら、ひなは半分キッチンに置いて、あと半分は私の部屋に置かせていただいています。で、そういうことをしないと私はお姉ちゃんに100%食べられてしまうのでね。本当に。だから、お姉ちゃんの分もって言われたからって全部キッチンに置いてると、私は一つも食べれずに終わってしまうんですね。というお話でございます。本当に。本当に。心の底から、そういう分には怒りが湧いてきますね。なんでそうなっちゃうんだろう。今お好み焼き焼いたから、愛媛に届けてあげた。欲しい。食べたい。お姉ちゃんの食料勝手に食べたりはしないの。絶対に私は確認します。絶対に私は確認しますね。まあ、たくさんあって、ならあるよ。でも、それを、例えば最後の一つとかだったとしたら、絶対そんな人に確認せず人のもの最後の一つ食べる記憶はどこにあるんだろうって私は思ってしまう。仲良くなりすぎた結果だね。いや、多分ね、そうじゃないんだよね。仲良い前からなんですね、これはもう。元が仲悪いわけでもないけど。これはもう変わらず、昔からでございます。はい。私のお母さんと私のお姉ちゃんは、もう、私、今東京来て関係が仲良くなったからとか関係なく昔からこういう人なんです。あと、ひながもう一つ思ってるママとお姉ちゃんの似てるところは、主語がないところ。これ私めっちゃ頭悪いけど、私でもわかる。私でも、いや、主語がないよねって思う。こんなバカに思われるって相当やばいよって思っちゃうんだけど。
もう、本当にイライラしちゃうんですよ。もう、ママと姉、お姉ちゃんの主語のなさに。って思う。だから、主語は最悪今、ママから悟れって LINE 来た。そう、主語がないって怒ると、悟れって言われるんですよ。バカなんじゃないの？ そっちが悪いんじゃんみたいな そう。めっちゃイラつく。何が悟れなの？みたいな。じゃあ、今もう主語なしで喋ってみようか？絶対悟れないからなって思う。そう。これいつもパパとヒナ対、まあ、姉はもう東京行って3年だから、あれだけど、そのパパとヒナ対ママでいつも、喧嘩じゃないけど、言い合う。悟れって何が悟れなの？そっちが悪いのになんでそんな上から目線なのってひな思っちゃう。本当にいつも。わ かるよ。そんな悟れるもんは悟れますよ。別に主語がなくても。でも、確実にこの会話は悟れないでしょ。どんな頭良くても悟れないですっていう主語のなさなの。多分、みんなが想像している以上の主語のなさなんですよ。ひなのママ、まあ、お姉ちゃんは最近わかんないけど、昔はめっちゃそうだった。そう。マジで、なんだろう、なんか例が欲しいぐらい主語がない。なんかみんなが今多分思っている主語のなさのレベルじゃない。みんなが今どういうのを想像してるかわかんないけど、もうレベチの主語のなさ。なんだろう。なんかないかな。ちょっと例が思いつかない。ちょっと例が思いつかなくて申し訳ないんですけど。もう、どんなに頭良くても悟れないよっていうぐらい、もう、会話がもうおかしい。まあ、例が欲しくて涙出そう。例が欲しすぎる、今、すごく。うわぁ、なんだろマジで霊が欲しい。でも、お姉ちゃんが今そうかはあんまりわかんない。でも、お姉ちゃんが実家にいた頃はマジでいつも思ってた。ね、主語がないから意味わかんないみたい。待って、ひな、今、ママとの LINE の会話で、主語っていう、LINE の会話ってさ、履歴見れるじゃないですか。主語って打ったら、その主語って打った、あれがあるじゃん。めっちゃすごい。見る？行くよ？ひながママに主語がないって、主語がないって指摘してる数が今わかりました。やば。2021年3月13日、主語がない。2021年4月9日、主語がない。2021年4月10日、主語がないって言ってんじゃん。これ全部ひながママに多分言ってる言葉ね。2021年5月2日、主語がない。2021年5月2日、主語がない。2021年5月7日、主語。2021年5月10日、主語。もう、ない、もうないすらつけてない。主語。もう、主語って言ってるから、多分。2021年5月17日、主語がない。2021年12月30日、主語。2021年12月30日、主語がない。2022年7月27日、主語がない。めっちゃ指摘してんだけど、ひなママに主語。超おもろい。待って、じゃあ内容を見てみよう。ごめんなさい。ちょっと、お姉ちゃんが、メガネを探し、なんか、私のメガネを借りに行きました。すいません。で、はい、ちょっとじゃあ続きね。じゃあ、ママの主語ない、
しごない。でも本当に紹介しちゃうよ。待って、でもちょっととりあえず見たい。マジで嫌だ。本当にもう、イライラする、もう、仕事のなさに。え、これ。いくよ、じゃあ一つ目。8時だって、遅いね。だって。意味わかんなくない？急に LINE が来て、8時だって、遅いね。だよ。悟れる？これ。おや、何が？みたいな。知らないんだが、みたいな。は？何が？って思うじゃん。え、思うよね。だって、例えばだよ。その、誰々が帰ってくるの8時だって遅いね。でいいじゃん。って言わないから、何が？主語がない。って聞いてみたら、どういうこと？なんか多分その日、え、なんなの？どういうこと？これ。ちょっとこれは意味わかんなかったです。ちょっと次の内容見ても意味わかんないわ。はい。8時だって遅いね。でした。ママが悪いでしょ、これは。そんな死語ないことある。じゃ続いて。なんか見てただろ？やだー。もう無理。怖いんだけど、どういう状況みたいな。どういう状況って感じじゃないですか？何か見てただろ？やだー。です。だからひなが。え、めっちゃ怖いと思って。なんか、え、何よ？もうなんか、え、どういうこと？と思って。ひながめっちゃ焦った LINE してんのが見える。何を？何を見てたの？何が嫌だ？何を見てた？何を見てた？主語がない。って送ってる。めっちゃ自分焦ってる。なんか怖かったんだと思う。なんか見てただろうって言われたら、なんか、おい、お化け？みたいな多分、気持ちになったのか、めっちゃ怖くって多分、ひながめっちゃ、何を見てたの？何が嫌だ？何を見てた？何を見てた？主語がない。って私が送ってます。超焦ってる、ひな。いや、でもママが悪くない？普通にどう考えても。そう。フィナ悪くなくない？これ。超焦ってる。自分がおもろいけど、これ。めっちゃ焦ってる、本当に。何を見てたの？何が嫌だ？何を見てた？何を見てた？主語がない。やばい、めっちゃ面白い。どうしよう、ひな、本当にこんなに主語がない人、初めて。やばい、ひながめっちゃ怒ってるシーンある。なんか、え、どういうこと？ちょっと話が理解できないんだけど、ひな。まあ、この時の自分に戻んないと多分何の話してるかなんて、ちょっとわかんないんだけど、ちゃんと説明しとけって LINE が来たの、お母さんから。え、何よ？って思うじゃん。だから、何が？どういうこと？主語。ってひなが LINE 送ってんのね。したら、はるかじゃないの？って来たの。え、どういうこと？なんで急にはるか出てくるの？と思った。だから何が？主語ないって言ってんじゃん。意味わかんない。イラつくって多分、意味が 意味がわかんなすぎて。で、多分この後の内容を見ると、ひなが多分、ショールーム配信で、今日公演がありますって、多分、その日の公演がはるか村なのに、
多分間違えてちっちゃいもんって言ってたらしくって、多分この後の内容を見るとそういう意味なんかな。そう、私が多分頭の中では春香村って分かってんのに、口ではちっちゃいもん公園ありますって言ってたんかな、きっと。その日春香村なのに。だから多分、春香じゃないのって。でも、意味わかんないじゃん。それで、だから、なんか意味わかんない。色つくって言ったら、今日は春香村だろ、ちっちゃいもんって言ったって。最初からそう言ってくれればいいじゃんって思うんだよね。わかる？この主語のなさ。ちょっと、むずい。ちゃんと説明しとけってどういうこと？みたいな。何を？みたいな。しかもなんか、どういうこと？引きずり出す。何？ちょっとやっぱわかんないわ。この人の、言いたいことが。もう、ママの主語内心めっちゃおもろい。もうひながイラついてんのもおもろいしね。意味わかんない。イラつくって LINE してるもん。本当に。続いて。やばい、ちょっともう絶対理解できない、本当に。え、本当に意味わかんない文章をね、いくよ。おまんじゅうが流れてるって言ったぞ。LINE ごめんな、気をつけるわ。って急に来たの？意味わかんなくない？怖いと思って、どういうこと取り憑かれてる？って感じじゃない？普通に。おまんじゅうが流れてるって言ったぞ。LINE ごめんな、気をつけるわ。意味がわかんない。で、だから、何それ？主語がない。どういうこと？って送ったの。ひながおまんじゅう流れてるとか、ひながおまんじゅう流れてる中でって言ったから、って LINE が来て、は？みたいな。え？主語がない。何それ？って言ったの。そしたら、まあいいよって来たの。なんでそっちがイラついてんの？みたいな。絶対ひな悪くなくない？普通に。ね？え、これみんな理解できます？まあいいよだよ。まあいいよって何？もう怖い。おまんじゅうが流れてるって言ったぞ。LINE ごめんな。気をつけるわ。え、何それ？主語がない。どういうこと？ひながおまんじゅう流れてる中でって言ったから。もうショールームでなんかひなが言い間違えたってことなんかな？今思うと。ひなが意味わかんない日本語ショールームで言っちゃったから、それを指摘してくれたってことなんかな？今思うと。でも主語がない。何それって言ったら、まあいいよ、だよ。じゃあ、別に言ってくれてもよくない？なんか、今言い間違えてたよ、みたいな。言ってくれたら、あ、そういうことねってなるやん。ね？面白いでしょ？ え、どう思います？みんな。これ私は悪くないですよね。私が理解能力ないだけですかね。続いてとか言ってこんなにあんのおもろい。
でもちょっとこれは。ああ、ツイッターのやっぱ見えないのか。です。もう意味わかんない、本当に。ああ、ツイッターのやっぱ見えないのか。です。これさ、理解できます？いや、わかるよ。なんか言いたいことがあるんだろうっていうのはわかんないけどさ。ね、言ってくれてもよくない？ツイッターの何々見えないんだ。で、いいじゃん。何々をわざわざなくす必要ってある？みたいな。だから、ひなが、何が、どういうこと？主語って送ってる。何が2回言っちゃってるからね、もう多分、は？って思いすぎて。何が、どういうこと？主語って送ってます、私。私のさ、そのさ、返答もちょっとおもろいよね。私のママに対するその LINE の返事の仕方も、ちょっと、なんか毎回量多め。毎回量多めですね。最後、主語で終わるのおもろ。確かに。最後、主語。もう、絵文字とかそういうのもびっくりマークすらもないから。何が、どういうこと？主語。ツイッターの画像みたいなこと、ね、わかんない。だから、まあ、そうだったとしても、なんで私が察さなきゃいけないのって、そう言ってくれればいいじゃん。ツイッターの画像やっぱ見えないのか、画像とか言ってくれたら、まあ、画像って入ってたとしても、え、どういうことって変なのはなっちゃうけど。なんか、ちゃんと的確に、なんか言って、まあ、ひなもただ理解力がない方だと思うから、それも悪いけど。で、どういうこと？死後って聞いてんのに、無視してお兄やんの写真送ってきて、ママとショールーム聞いてるっていう LINE と兄やんの写真が送られてきたのね、その後に。いや、待って、今の話終わってないじゃん。ひなからしたらね。気になるじゃん、普通に。ああ、ツイッターのやっぱ見えないのかっていう言葉に対してひなが、何がどういうことしようって言ったら、それに対しては無視で、ママとショールーム聞いてるっていうニーヤンの写真、ママと多分ニーヤンがショールーム、ひなのショールーム聞いてるっていう写真を多分前に送ってきたの。でもひなからしたら、さっき言われた、ツイッターのやっぱ見えないのかっていう文章、が気になってるわけ。だからひなは、え、だからツイッターの話何？主語がないって送ったの。そしたら、それはもう関係ないってくるの。ねえ、意味わかんなくない？本当にひな、結構こういうの嫌なんだけど。なんでそっちが怒ってんの？みたいな。しかも急に自分が話しかけてきて、しかも主語がない上で、え、どういうこと？って聞いたら、それに対して、何の返答もなく、ママとショールーム聞いてるっていうニーヤの写真が送られてきて、いやだから、まあありがたいけど、ニーヤの写真送ってくれてありがとうなんだけど、いやちょっとその前に、だからツイッターのさっきの話何？主語がない？って聞いたら、それはもう関係ない。もう意味わかんない、本当に。何が関係ない？ まあ、どうでもいいことだっただろうからそう言ってんだろうけどね。どうでもいいことだっただろうからそう言ってんだかもしんないけど。なんかもう自分勝手ですよね。悪い言い方すると。ああ、コロナの検査をするってなった
するってなった時なのかな、これ。なんか、なのかな。なんか急に、14時半から食べ物食べれないってきたの。普通に何の会話もしてないのに。14時半から食べ物食べれない って LINE が来たのね、ママから。みたいな。どういうことみたいな。で、だから、どういうことだ？ちゃんと教えてくんない？主語がないって送ったの。そしたら、なんか、PCR 検査が、なんか、PCR 検査を、なんか14時半から食べ物食べちゃダメみたいなことだったらしい。怖くない？普通に。言って、もう最初から PCR 検査14時半から食べ物食べちゃダメだよって言ってくればいいじゃん。なのにだよ。別に PCR の話とか何もしてないのにだよ。PCR の話とか何もしてないのに急に14時半から食べ物食べれない。お化け？みたいな。何？知らないし、そんななんか PCR 食べ物食べちゃいけないとか、そんなのも。知らないし、急に何の話もしてないのにそういうこと言われたからめっちゃ怖いと思って、まあ今はもう分かってる状態だから、あ、これだったら察せたかもなって思うけど、当時の自分、どういうことって感じだよね、普通に。急に何の話もしてないのに、14時半から食べ物食べれないって送られてきてもさ。でも、ほんと怖いでしょ？だから多分まあ、そういう感じです。終わり、多分。これで終わり。これで終わりですね。多分、でも本当は、多分もっとあると思う。主語っていう言葉に、主語っていう言葉に、一致してないだけで、多分、もっとあると思う。この LINE の中には。意味わかんないとかで出てくるかな。めっちゃおもろい。何が意味わかんないんだけど。何の話してるの？って言ってる、ひなが。いくよ。画像が、あれ？なんだ？です。怖い！こんなので察せると思いますか？に怖い。画像が、あれ？なんだ？って来てて、ひなが、え、何が？意味わかんないんだけど。何の話してるの？って送ってる。すごく怖い。これに対して、いや、察せよって言われても、私は無理だね。みんな察せました？察せましたか？させましたか？ 以上、私のママの私語内緒でした。ね、今ママから来てますよ。すごい嫌な LINE が。主語がないって言う人嫌い。出ました。いつもそうやって。いや、これは、じゃあ主語が、私も主語がない。こんなに主語がない人嫌い。いや、わかるよ。ひなだって、いや、主語ない
あ、自分今主語なかったなって、多分今ちょっと理解できないやろなって思うことあるし、普通に人から、え、どういうこと？って言われて、あ、そう、ちょっと今主語なかったなって思うことあるし、自分も主語がない瞬間あるけど、あまりにもなさすぎるよね、この人が。主語がないっていう人嫌い。反省の感じもなしよ。もう本当に主語がないもん。だってこんなにさ、だって、焦った方がいいと思う。だって、ひなみたいなこんな頭の悪い女の子に、ね、主語がない。どういうこと？って言われてんだよ。もう、本当に、びっくり仰天。娘に向けてだから適当なんじゃない？確かにそれもあると思う。確かに、まあ、娘なら理解してくれるやろっていう気とか、いや、それはないな。わかんないけど、まあ、わかんなくもないじゃない。まあ結果的に仲良さそう。はあ、まあ仲はとても普通にいいですけども。はにゃー。大変でしょう。とっても。今までのやつを聞く限り一度も理解したこと、いや、できないよ。ねえ。諸橋親子のあり方がここに。お姉ちゃんもこれくらい主語がないんだろうか。でも、東京来てからは、あんまり思わなくなったかも。東京に出て改善されたんじゃないでしょうか。わかんないけど。東京出てきて改善されたんじゃないかな。でも昔家にいた頃はマジで主語なかった。マジで主語なくって。もう、ひなの口癖、主語がないだったかもしれないレベルで主語がなかった。ニヒは主語や述語わかってるんかな？いや、わかりません。私は主語という言葉しか知りません。述語ってなんだっけ？でも聞くよね、よく。でも、何ですかって言われてもわかんない。何が述語って何か。ただ主語だけはわかる。私が主語を知ってるのはお姉ちゃんとママのおかげかな。お姉ちゃんとママに主語がなかったおかげで、主語が何か分かってる。じゃあ感謝しないと。そうね。人が歩くだったら人が主語で歩くが述語。おお、分かりやすい。じゃあ。
ママは術後女ってことか。術後女ってことじゃない？あ、でも死語だけ言って術後言わなかったら、人が何ってことだもんね。ってことは、どっちもないかも、ママ。その時によって、あ、今回は死語ないバージョンね。と、あ、今回は術後ないバージョンね。って言えるかも。よく考えたら。なんか、死語死語言ってるけど、結局は、死語死語言ってるけど、結局は死語がない日と術語がない日があったりする。え、人が何？え、歩くが何？ってことじゃん。そう、何かが足りないのは確か。だから、その時によって死語が足りてないか、術語が足りてないか違うってこういうふうに考えてみたら、今日は死語ないでね、と、今日は術語ないでね、って思ってあげればいいか。確かに。わ、じゃあ今度からはそれでいいな。遊んでみたらいいのかも。あ、今日は死語かな？術語かな？この文章超理解できないって時に、あ、今日は死語あるけど、あ、術語ないパティーンね？みたいな。あ、そうしよう。いつもひな、意味わかんなかったら全部死語ないって言ってたから。今度から遊びにしてみればいいんだよ。楽しんでみればいい。お母さんが言ってること何かわかんなかったら。ママ、今日は術後って言って。めっちゃイライ、めっちゃイラつく、普通に。ママ、今のは術後。イラつくわ、普通に。今のは、死語かな？ もうイラつかせる。普通に。普通にイラつかせようとしてる。だってこっちがイラつくんだもん、本当に。理解できなくて。そんな感じです。わかる。国語めっちゃできる人みたい。頭悪いくせにね。上からひなだ。はい、上から。ママ、とか言う。今のは、術語だよ。って教えてあげればいいんだよ。何が？どうして？どうなったの？ うわ、めっちゃ。イラつきマウント。冗談ですけど、それはね。そう、子供に教えるみたいで絶対イラつくやつ。何が？どうして？どうなったの？変に言われたらムカつきそう。じゃあ、じゃあ、優しいやろ。優しいやろ、聞いてあげてる時点で、本当に。いや、優しいと思うよ。普通だったら、は？意味わかんないんだけど。で、無視するよ、絶対。でも私は毎回、ん？どういうこと？主語がないって教えてあげてるんだよ。冗談ですけど、次、主語か述語どっちかがなかった際には、これが主語がないのか、述語がないのかを、ちょっと、気にしてみたいと思います。ママさんとの LINE、もっと面白いやりとりありそう。いや、多分あると思うよ、本当に探してみたら。何でヒットするかわかんないけど。そんな感じです。
ということで、ちょっとこの配信は一回これで終わりにしたいと思います。本当はもう夜にもう一回やりたいなと思ってるんですけど、ちょっとできるかできないか、ちょっとまだわかんないので、もしできそうだったらまた配信しようかなって。多分、できそうだったら夜、めっちゃ夜なんだけど、わかんない。ちょっとできなかったらまたできないって言いますね。多分、わかんない。ちょっとできない確率も高い。わかんないけど。ね、わかんないけど。できたらなって感じです。では、ランキングを見たいと思います。13位、鈴木一郎さん、ありがとうございます。12位、ウッチーさん、ありがとうございます。11位、マス先生さん、ありがとうございます。10位、リオさん、ありがとうございます。9位、ARK さん、ありがとうございます。8位、タケメグさん、ありがとうございます。7位、ワタちゃんさん、ありがとうございます。6位、ジンさん、ありがとうございます。5位、マシオさん、ありがとうございます。4位、ヤッキーさん、ありがとうございます。3位、アンドゥさん、ありがとうございます。2位、ユータさん、ありがとうございます。第1位、ケイオンさん、ありがとうございます。はい、ということで、ちょっとできるかはわかんないんですけど、できそう。まあ、ちょっとあんま期待はしないで、期待もしてないと思うけど、できそうだったら連絡したいと思います。ということで、今日もありがとうございました。またねー。ありがとう。バイバイ。ありがとうねー。